どうも、ねずっちです。高校野球夏の甲子園の組み合わせがね、決まりましたね。今回はどこが優勝するんでしょうかね。高校野球とね、私が所属している漫才協会、結構ね、共通点がありましてね。高校野球も、そして漫才協会もですね、青空の下、球児が汗かいて頑張ってるっていうね、まずそういうのがありましてね。あと、いつも出ている浅草東洋館ね、決して出演料は高くないんですよ。ですから、漫才協会の芸人も、そして高校球児も、どちらも白球を追い求めてるっていうね、そういう共通点あります。そしてさらにね、我々は客席を、そして高校球児はですね、元気はつらつにね、どちらも若さないと。ねずっちです。では東洋館行ってきます。